皆さんこんにちは、レックス専任講師の厚田です。それでは FP2 級本試験、2021年9月の、予想配点と公表を始めていきたいと思います。はい、では、皆様本試験受験された方々、お疲れ様でした。でこれからですね、2級の、学科試験は特に配点とかはないんですけども、実技試験の中の、日本 FP 協会の、資産設計提案業務と、さらに金材の場合1科目になってしまいますが、個人資産相談業務の、レックの、予想配点をお伝えしていきたいと思うので、どちらの科目もですね、合計点は、公表されておりますけれども、配点内容については一切、お答えできないというような内容になってますので、レックがですね、今までの、経験の中から、ここについては何点だろうとか、そういうことを申し上げながら、それで、レックのホームページとかでもですね、合否判定もできるような形になっておりますので、ぜひ活用いただければということでですね、配点予想していきたいんですが、その前にちょっと、今回試験というのがあるんで、ちょっと一旦学科試験を、簡単に正解だけ見てですね、後でちょっと一巡しましたら、公表していきたいというふうに思っておりますので、そうしましたら学科試験ちょっと見ていただきまして、もちろん皆様であれば、お答えは見れていると思うんですが、念のためですね、答えだけ、申し上げます。で学科試験は60問ありまして、1問1点ですから36問36点以上で合格というふうになっておりますので、では最初の、ライフの、最初の5問、5問5問刻みで、申し上げていきます。で問題1からいきます。問1が4、問2が1、問3が2、問4が2、問5が4、続いて6から10です。問6が1、問7が1、問8が3、問9が1、問10が3、次がリスクの11から15です。問11が3、問12が1、問13が3、問14が1、問15が2と、続いて16から20ですが、問16が3、17が2、問18が1、問19が1、問20が1と、1が3つ並びました。では21から25の金融の前半ですが、問21が4、問22が4、問23が3、問24が4、問25が2となっております。続いて26から30ですが、26が2、27が2、問28が2、問29が4、問30が3と、金融の場合25から28が全部2ですね。25から28が、全て2です。続いてタックスの31から35の前半ですが、31が2、32が1、33が1、34が4、35が2でなってます。次36から40の後半ですが、36が1、37が4、38が3、39が2、40が2となっております。続いて41から50の不動産の前半ですが、41が1、42が3、43が4、44が4、45が1と、で46から55の後半ですが、46が2、47が4、48が3、49が2、50が3となっております。続いて51から60ですが、51が3、52が2、54が、失礼します、もう一度51からいきます。51が3、52が2、53が4、54が3、55が4、56から60の後半ですが、56が3、57が2、58が2、59が1、60が4という形で、これが実施団体から公表されている回答をただ読み上げただけなので、こちらで、確認いただければよろしいかなと思うので、一応現時点の、回答は今のような形になっています。念のためちょっと読み上げが間違えている可能性もあるので、確認いただき、1問1点ということはもうこれ公表されてますので、36問以上で合格というところは、すでにお伝えした通りなので、ちょっと一旦学科の、回答は、終わりにしまして、じゃあ次、いよいよここから入っていきたいと思うので、まず日本 FP 協会の配点予想をしていきたいと思います。でこちらなんですけども、実際には、
90分でですね、まあ、100点満点という形なんですが、まあ、先ほどざっと数えてみたら、今回、問1から問40なんですけども、回答箇所が69箇所、約70箇所ありました。なので、まあ、平均すると1問 1.5 点ぐらいなのかなというところで、もちろん 1.5 点という半端な点数はありませんから、最低でも1問1点で2点、あと場合によっては3点という形になってますので、合計すると100点になりますので、では、そこで、配点を申し上げていきますので、受けられた方は問題を見ていただいて、最初の大問1ですね、大問1の、問1と問2なんですが、問1が各1点の計4点、各1点の計4点、問2が2点、問2が2点です。でこれで 第1問終わりなので、合計すると6点、配点が6点ということになります。次第2問になります。でこれは、問3、が、2点問4が2点問5が2点問6がこれは各1点の計2点、各1点の計2点ということで、まあ、問数ごとは全部2点ずつで、問3から問5が2点の、問6が1点ずつの2点の合計の計8点と、これが第2問です。次、第3問に移りまして、第3問が問7が2点、問7が2点、問8が各1点の計4点、各1点の計4点、問9が2点、問10も2点ということで、7、9、10は2点ずつで、問8だけが各1点の計4点という形で、合計すると10点満点ということになります。次、第4問に移ります。第4問、これは、問題4つありますが、まず問11が各1点の計3点、各1点の計3点、問12が2点、問12が2点、問13が2点、問13が2点、で問14が各1点の計4点、各1点の計4点ということで、11と14だけ各1点ずつ、であとは残りはですね、2点、2点で合計すると、これ11点満点ということになります。次、第5問に移ります。第5問が4問ありますが、問15、2点、問15が2点、問16も2点、問16も2点、問17も同様で2点、で問18が各1点の計4点、各1点の計4点となります。なので、まあ、15、16、17は2点ずつの、18だけが、各1点で計4点ということで、合計すると10点満点と、第5問は10点満点となります。次、第6問に移ります。第6問ですが、問19が2点、問19が2点、問20が2点、問20が2点、問21が2点、で最後、問22が各1点の計4点、各1点の計4点ということで、第5問と同じ配点になっています。19から21が2点ずつ、22が各1点の計4点ということで、これも合計すると10点満点になります。でこれで科目別が終わりまして、次、総合問題ではないんですけども、第7問が、23、24、25という3問ありますが、すべて2点ずつ、23が2点、24が2点、25が2点ということで、すべて2点で計6点となります。また第8問もこれ係数早見表の問題だと思いますが、これも26、27、28の3問ですが、すべて2点ずつとなっておりますので、問26が2点、問27が2点、問28が2点と計6点になります。で次なんですが、ここから大問が2つ、まあ、総合問題のが2問続きます。で第9問ですが、第9問が、こっち6つあります。問題6つありますが、問29が2点、問29が2点、問30が各1点の計3点、各1点の計3点、で問31が2点、問31が2点、問32も2点、で問33が各1点の計4点、各1点の計4点、問34も同じく各1点の計4点ということ で、ここがですね、結局は、どういう形かというと、通常の問題が2点配点で、個別の、まあ、1点ずつのところが、問30も34も33も34も全部1点ずつ で合計するとこれ17点満点になりますから、第9問は17点という配点となります。で最後の第10問ですが、こちらも6問あります。
で6問ありますが、問35、ここだけがですね、1つの問題で3点の配点です。純資産の金額を求めるところですが、ここだけが3、あ、失礼しました、もう1個あるな、ちょっともう1個あるんでごめんなさい、まずこれ3点ので、問36が各1点の計算点、各1点の計算点、37が2点、37が2点、問38が3点、問38が3点、問39が2点、で問40が3、問40が各1点の計算点、もう一度、問35が3点、問37が2点、問38が3点、で問39が2点の、あと36と40は各1点ということで、合計3点ずつということで、これ合計するとですね、3、4、12の、16点ですか、16点配点ということで、これ合計すると100点満点になってますので、おそらく、これで問題ないんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、結局どこが変わってくるかというと、あの各1点はもうこれどうしようもないので、各1点で問題ありませんので、あと2点配点と3点配点のところがあるんですが、まあ、今までの経験上は、あのキャッシュフロー用の純資産価格を求めるところは多分これ3点だと思うんですよ。純資産の金額を求めるところは3点で、他のところで、まあ、難易度に応じて3点を入れるしかないんですが、まあ、配点が第9問と第10問で、まあこれをですね、やっぱり第10問を、まあ3点の箇所を2点にした方がいいのかなというふうに思うので、そうすることによって、まあ、17点と16点ということでバランス取れるので、まあ、おそらく、先ほど申し上げた問38も3点になると思うんで、まあ、それでバランスよく100点なのかなというふうに思いますんで、もちろんこれあくまでも予想の配点なので、若干の誤差は正直言ってあると思います。ただ、まあ、ほぼ間違いはないんじゃないかなと個人的には思うんですが、まあ、ですんで、例えば50点台の後半の方、50点台後半の、例えば57、89、まあ789、まあ89とかでしょうかね、89の方でも合格の可能性もありますし、まあ、61、2点、まあ、2点ぐらいの方でもしかしたら点数が逆転になって下がってしまう可能性もあるので、そこだけはちょっと注意いただきたいんですが、ただ、まあ、例えば65点以上あれば、あの配点が間違っても5点下がることはないので、まあ、それは問題ないと思うので、ちょっとそこの前後2点ほどですかね、2点、60点の上下2点ぐらいの誤差のところではちょっとわからないということはあるんですが、そんなに、ずれることはないと思うんで、参考にしていただければということで、一旦これで FP 協会の、配点予想はこれで終わりたいと思いますので、続きまして金財のですね、個人資産、相談業務の配点予想をしていきたいと思います。で、毎回なんかどこかで悩ましいところがあったりするんですけども、ただ今回そこまで悩むようなところではなかったので、これほとんど正しいというふうになると思うんで、じゃあ一応念のため配点予想をしていきますが、まず最初に申し上げさせていただきたいのは、すべての問題大問ごとに10点配点が来るというところなので、第1問が10点、第2問も10点、第3問も10点、第4問も10点、第5問も10点というふうになってますので、まあ、それをいかに分けていくとかいくのかというところです。で、まずじゃあ第1問の、ライフなんですが、問い1がですね、ちょっと待ってください、問い1が、各1点の計4点、各1点の計4点、問い2がですね、問い2が、これがですね、おそらくちょっとバランスからすると3点にせざるを得ないので、問い2が3点、問い2が3点で、問い3が各1点の計3点、各1点の計3点ということで10点満点となります。次ですが、第2問です。第2問の、こちら金融になりますが、問い4から問い6ですが、まず問い4が、各2点の計4点、各2点の計4点、問い5が、各1点の計3点、各1点の計3点、問い6も各1点の計3点ということで、合計すると10点満点という形になります。次、第3問の、これタックスですね。タックスですが、7から10ですが、問い7がですね、これ4箇所あるんで、各1点の計4点、各1点の計4点、問い8が各1点の計3点、各1点の計3点、次、問い9がですね、こちらも各1点の計3点ということで、こちら合計すると4、3、3で10点満点という形、まあ、全て1点ずつという形になります。次、第4問の不動産なんですけれども、不動産は問い10から始まりますが、問い10が各2点の計4点、各2点の計4点で、問い11が、各1点の計3点、問い11が各1点の計3点で、問い12が各1点の計3点ということで、こちらについても合計すると10点満点という配点となります。
次ですが、第5問です。第5問ですけれども、こちら13から15ですが、すべて、1点ずつです。まず、問い13、これ各1点の計算点、各1点の計算点。で、問い14も同様で、各1点の計算点、各1点の計算点。で、問い15についても各1点の計4点、4箇所あるので4点ということで、10点満点ということで、10点満点が5箇所、5箇所、5問あるんで50点ということで、これで、終わりなんですが、ちょっと気になるところとしては、どうなるかちょっとわからないんで、これは、個人的な、考えということで聞いていただきたいんですが、通常、だいたい近在のこの問題の配点予想していると、確かに、計算問題とかで今計算過程を書けという形がなく、計算結果だけを書くということがあって、一つ2点というのは確かにあるんですが、ちょっと今回問い2だけが3点、これ多分初めてじゃないかなと思うんですが、問い3点が来ました。一応配点の関係上3点なんですが、もしかしたらこの3点がですね、ちょっとこれ個人的なんです。多分ちょっと難しいと思うんですけども、例えば、問い1と問い3のどこかだけを2点にするということも、あるかもしれないというぐらいなんで、何とも言えないんですけども、ちょっと3点は重いかなと。ただ重いんですけども、今回の場合だとですね、遺族厚生年金を求めなさいということで、計算式一応あるんですが、遺族厚生年金という、ちょっと厄介な計算をするということで3点という配点になってますが、ちょっと場合によってはここを2点にして、問い1か問い3のところで一部の、1つの問題を2点にする可能性もあるのかなと。なのでそういう可能性もあるので、今申し上げた通り、30点ぴったりで合格ということもあると思いますが、29点とか、28点まであるかわかんないです。28点からやっぱり3、上下2点ぐらい、28から32点ぐらいの場合はちょっと合否が、例えば28でも30点のラインに行くかもしれませんし、もしかしたら30点超えてても下に行く可能性もあるということだけは含み置きしていただいて、ただ、そんな3点もずれることはないと思うんで、33点以上取れてれば基本はもう合格ということでいいのかなと思いますので、ちょっとそこだけですね含み置きをしていただければということ でこれで、個人資産相談業務の配点予想を終わりたいと思いますので、そうしましたら、各、科目10分ぐらいで簡単な公表をしていこうかなというふうに思います。では学科試験から戻りたいと思うので、学科試験ですね、見たところそんなに、難易度も難しくなっているとは思えませんし、傾向も大きく変わっているということは感じませんので、ちょっとまず最初のライフの問題1からなんですけども、問題1は行債に関する問題、関連法規、行債問題ですし、問題2がですね、キャッシュ、各表の一般的な作成方法ということで、ここら辺のところについてはそこまで難しいものでもないのかなというふうに思いますので、ただこちら表現としては初めてちょっと見たなと今思ったんですけども、こちらのところでですね、ちょっとお待ちくださいね。例えば問題2の、ですね、4番のところですが、キャッシュフロー表の作成において可処分所得は実収入、そこから非消費支出ということで直接税、社会保険料などの算式で計算された金額を計上するということで、これは正しいという形なんですが、要は実収入は額面収入ですよね。給与の場合であれば額面収入で、非消費支出とあります。直接税と聞かれるとんと思うかもしれませんが、要はこれ所得税と住民税を、指していますので、所得税、住民税、さらに社会保険料、この3つがですね、考慮すべき支出ですから、そうなると、記載としては初めてなのかもしれませんが、言ってること自体は間違っていませんので、4番正しいですし、これ明らかに1番が間違っていて、バランスシートは、取得価格の価格、取得時点の価格で計上するとありますが、FP が作る、バランスシートは時価で、記載するものになってますから、もうこれ明らかに1番が間違いだということなので、1番と2番はこれ正解取らないと厳しいかなという気はします。で、問題3が労災、4が雇用保険ですね。で、あとは、問題5が年金生活者支援給付金制度ということで、こういうふうな名称になっていますし、問い6がですね、公的年金制度の障害給付に関する問題、また問題7がですね、中退業や小規模企業共済、
さらに国民年金基金という形の内容になってますので、まあ、これもただ一般的な内容かなというふうに思いますし、あと問題8が、学生に関する、まあ、あの奨学金とか、一般貸付ということなので、まあ、こちらについても、まあ、金額とかの内容ではありませんけれども、内容的には基本的な内容かなと思います。あとは問題9がリタイアメントプランニング等に関するということで、ちょっとここのところについてはですね、あのテキストになかなか載っていないようなところだと思うんで、まあ、お寄せが聞かれるような問題かなというふうに思いますけれども、ちょっと一番見ていただくと、将来本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選任したものと任意後見契約を締結する場合、その契約は必ずしも公正証書によって締結しなくとも良いと書いてありますが、こちらの任意後見契約は必ず公正証書という決まりがありますので、それ知っていれば1番見ただけでこれで正解だと、2、3、4は正しいから、まあ、読まないというスタンスでも問題ないと思いますが、ただ、まあ、あの2、3、4は正しい内容ですから、まあ、読んでもらって確かに正しいねという確認ができればいいんじゃないかなというふうに思います。あとは問題10がクレジットカード、久々の問題ではない、主体ではないかなというふうに思いますが、クレジットカードに関する問題で、まあ、クレジットカードを利用されている方であれば内容的には、解けるんじゃないかなというところですが、まあ、3番が今回は間違っているということで、ですね、分割で支払う方法で書いてありますが、まあ、リボルビングは分割、自分で回数決められるわけじゃありませんが、金額決まって、それの残りで払っていくということなので、まあ、3番が間違っているというところかなというふうに思います。で続いてですね、問題11から問題20のリスクのところなんですが、まあ、一番の一般的な仕組みのところは、まあ、これはこれでいいのかなと。あと問題2のところの生命保険の一般的な商品性も、これについても問題はないと思うので、例えばちょっと3番、これ確か3級では定増保険だったんですが、3番、定減定期保険は保険期間の経過に伴い所定の割合で保険料が低減するが保険金額は一定であると書いてありますが、逆ですよね。低減定期保険は保険料は一定だけども保険金額が低減というところなので、まあ、これはまあ冷静にやっていけばできるんじゃないかなというふうに思うんで、あの決して難しい選択肢ではないので、問題中には解ける正解取れるはずだと思います。あと今度は生命保険ではなく、個人年金保険の一般的な商品性が問題13で、問題14が生命保険の税金に関する問題ということで、まあ、こちらについてもまあなんとかできるんじゃないかなというふうに思いますし、問題15が生命、法人に関する経理処理という形になっております。ただ細かい内容まで聞かれているわけではありませんので、あのそこまで難しい問題ではないのかなというふうに思います。で問題16が今度は損害保険の自動車保険の一般的な商品性ということで、こちらについては、まあ、あの任意保険ですから自賠責ではありませんから、まあ、自賠責と任意保険の違いなどを意識しながらやっておれば、ここのところについては、対応できるんじゃないかなというふうに思います。で次は問題17が障害保険の一般的な商品性ということで、障害をただ家族に含めたものが家族障害、あと海外旅行と国内旅行では、似て非なるところがあるので、そこの特徴がつかめているかどうかというところになります。はい、ぐらいなのでもう大丈夫かなと思います。で18が、損害保険金の税金ということでですね、まあ、こちらもまあ見ていただいて、あと19が、第三分野の、まあ、医療保険のような内容、まあ、生保も損保も扱える、第三分野の保険の内容です。あとは問題20が生命保険を活用した福利厚生ということで、まあ、これもまあなんとかなるかなと思うので、まあ、リスクを見る限りはそれほど傾向と異なるということではないと思うので、一般的な対策をしておればある程度の点数は取れるような問題ではないかなと思います。次問題21から30の金融になるんですが、まあ、金融のところで例えば問題22見ていただきたいんですが、ちょっとこれ誤解がないようになんですが、あの問題22は、預貯金の一般的な商品性という形の出題で間違っているものを選ぶんですけども、あのゆうちょ銀行の預け入れ限度額自体はこれは1300万ですけども、ペイオフについては1000万ですから、あの1000万だからといって1000、ゆうちょ銀行の預け入れ限度額が1300万だからといって1300万がペイオフの対象ではゆうちょ銀行の場合ないわけなので、ちょっと1300万と1000万は別々ですよというふうに切り分けてはいただきたいなというふうに思います。
はい、ですね、というところなので、そこだけ注意いただければいいかなと思います。あとは23が、株式投資信託の運用手法、24が各種債券の一般的な商品制度。ただ債券なんですけど、細かい債券が出ているので、ちょっとここのところは選択肢としては、難しいかなという気はします。で、次の25は、これは投資指標等に関するということで、まあ、要は計算をしていってですね、まあ、今回は当期純利益はいくらか、ROE は何パーセントか、PBR は何倍か、配当利回りは何パーセントかというところで、一つ一つ計算していけば、で今回の場合、3つが間違っているので、一つ正しいというものが出るんじゃないかなというふうに思います。あと26、27、まあ、外貨、預金の一般的な仕組みと特徴。27が金融派生商品に関する、もの。ということで、これも、まあ、対策しておれば特に難しいと思いませんし、28はアセットアロケーション、29はセーフティーネットというところになってます。先ほど申し上げたように、あのセーフティーネット、まあ、ペイオフの話になるんで、これについては、例えば、ゆうちょ銀行のところですね、ゆうちょ銀行のところで、ちょっとこれ3番見ていくと、ゆうちょ銀行に預けられている通常貯金は元本1300万までと、その利息が預金保険制度による保護の対象ということで、これもちろん間違っている選択肢なので答えではないんですが、先ほどもあったように預け入れ限度は1300でも、ペイオフセーフティネットは1000万が上限ですから、そこをちょっと間違えないようにしてくださいという、それが問題29になります。で、問い30については、これについては新しいですね、金融政策、金融調整の方針なので、これはもうその場でやっていくしかないと思いますので、まあ、これは、まあ、応用力が問われる問題ではないかなというふうに思います。続いて問い31から40のタックスのところなんですが、まあ、問い31自体はですね、まあ、これはよくある問題です。ちょっとこれが、まあ、ちょっとややこしいなと思ったのが、今まではこの我が国の税制ときたら所得税とかそういう話がメインだったんですけども、まあ、今回の場合は2番が贈与税ではということで、所得税ではなく贈与税の内容が聞かれていると。ただ贈与税は相続のところでやっておればですね、歴年課税であるというのは分かっていただけると思うんで、歴年課税で、自らが申告納する申告納税方式を採用しているというところは分かっていただけるかなと思いますし、3番のところ税金には国税地方税があるが、まあ、ここのところは今まであれば所得税というのがメインだったんですが、相続税が出てきたと。ただ相続税は国税ですし、まあ、登録免許税はこちらについてはこれも国税ですから間違っている。ただ3が難しいかなと。あと4については固定資産税の話が出てますが、固定資産税はこれ間接税ではなく直接税ですが間違いということで、間接税の代表的なものは消費税ですから、納税義務者と、税金を負担する人と納税義務者が異なるものが間接税というところなので、ちょっと31が今までと聞き方が違うので、そこはちょっと戸惑うところがあるかもしれません。あと問い32はちょっとここは割愛させていただき、問い33につきましては、細かい内容になっておりますが、まあ、ここのところもなんとかですが、ちょっと4番見ていただくと、収入のない専業主婦が金地金を売却したことによる所得は譲渡所得となるというところがありまして、確か3級の問題で金地金の話があったので、まあ、おそらく作った方は同じ人じゃないかなと、金地金を対象にしてますので、同じ人が作ったんだと思いますが、確か3級の問題では金地金は一時所得というふうにしていたと思うんですよ。一時所得にしていたと思いますが、これ譲渡所得、これは正しいと、この選択肢自体は正しいということになります。で、問題34、これはタックスでは必ず出る損益通算なので、今回は文章問題で損益通算が聞かれたということになっておりますので、はい、ここの場合ですね、これどれを選ぶのかというと、これ、まあ、4番だと思うんですよ。事業的分なくても、受けられますんで、まあ、ちょっと、若干聞きづらいかなと、だから解きづらいかなという気はします。はい、あとは35は所得控除に関する問題ということで、まあ、ここは、まあ、大丈夫かなと思いますし、36が住宅ローン減税の話、37が法人税に関する話で、38は、これ損金算入の話なので、まあ、これは事業税の本税が対象だということで、もし分かっている人であれば、法人税とか法人住民税とかペナルティの延滞税はこれだダメだというのが分かっていれば、すぐに法人事業税選べるんじゃないかなという気はします。
で39が消費税に関する問題で、まあ、ただそんなに難しい問題ではないと思うので、スムーズに解けるのかなというふうに思いますし、40番は、決算書ということで、これ簿記をやっている方、会計を学んでいる方からすれば非常に簡単な問題で、適切なものということで、売上総利益の計算は間違ってますし、経常利益これも正しいと思うんですよ。で3番は、これは個人バランスシートでもそうだと思いますが、資産の部の合計と負債の部の合計は一致しませんので、純資産の部が、必ず負債と純資産の合計が、資産の部の合計になりますから、それは間違っていますし、法人税等の金額は純資産の額に税率をかけるとそんなことはないので、だからここのところはそうでなくても1番と2番のところで選べるのかなという気はするんですけども、まあ会計やってる方からすれば多分即答で解ける問題だと思います。で41から50のですね、不動産なんですけども、まあちょっと41は飛ばして、42がですね、新しい民法に関する問題ですね。ちょっと3番、これ適切なものを選ぶという問題ですが、3番見ていくと、売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引き渡しまでの間に、まあ地震、まあ要は転載によってですね、全壊した場合、引き渡し前に転載で、全壊してしまった場合、買い主は売り主に対して建物代金の支払いを拒むことができるとなっていて、まあ、以前の旧民法のところでは拒むことができなかったんですが、現行では買い主と売り主の責任が逆転になってますので、まあ、今回の場合は買い主は代金を払う必要がないということなので、3番という、これまあ民法が変わったところを聞いているという、多分おそらく改正民法のところでは初めてじゃない、この問題では初めてじゃないかなという気はします。でただ今回不動産はすごく、まあ、解きやすかったんじゃないのかなと思うのは、例えば43と44が借地借家法の、まあ、借地権と借家権で1問ずつ、あとちょっと飛びますけども、47で区分所有法に関する問題が出ているので、つまりだいたいこの、借地借家法と区分所有法ってテキストだいたい近いところに載ってるんですよ。だから10ページとかやっとけばこれ3問取れるので、まあ、不動産は通常の、出題予想通りというところではないかなと思うので、43、44、47はぜひとも正解を取っていただきたい問題になります。はい、あとはですね、45とか46、ここのところについてもですね、まあ、ちょっと46は細かいんですけども、最近はこのような、建築基準の規定に関するようなところは出ておりますので、ここは受験生としてはケアしておくべきかなと思うんで、ケアしていれば46取れるんじゃないかなという気はします。あと48が不動産の取得に関する税金ということでですね、まあ、こちらについてもテキストに書いてあるところ、まあ、ただ48番のところは2番が1500万となってますが、これ1800万じゃなくて1500万じゃなくて1200万の違いですから、まあ、1200万を覚えておくべき数字だと思います。あと49は非常にこれ平易な問題ですから、3000万特別控除は所有期間問われませんから、まあ、所有期間を聞いているところ時点でこれ間違っているということになります。はい、では50、まあ、50はちょっとこれはまあいいと思うんで、続きまして51から60の、これは相続事業承継に関してなんですが、まあ、贈与に関してはこれはまあいつも出ているような内容かなというふうに思いますし、52番の、民法の規定についても、特に親族等についてはこれもいつも出ているような問題、あと遺言に関してですけれども、これについては特に法改正は関係ありませんので、今まで通りの内容で解ける問題です。あと、まあ、54が相続税の課税財産、で問題55がですね、債務控除の話というふうになっておりますので、まあ、債務控除につきましては、できるものですよね。できるものだからちょっと1番、これもよく申し上げさせていただきますが、1番を読ませていただくと、非相続人が団体使用生命保険に加入して金融機関から借り入れていた住宅ローンで、相続開始直前にローンの残高があるものとありますが、これについては断信が入ってますので、亡くなった瞬間に、残債、これゼロになります。ですからこの場合は、債務控除できません。もうそもそも控除する債務がないということになるんで、多分久しぶりじゃないかなと思うんですけども、こちらについては、債務控除できませんので、今回正解ではないということになります。はい、そうなってくるとこれ多分、これ4番だと思うんですよ。55は、4番そうですよね。2と3はこれもできませんので4番しかないということになります。で、56からあと残りのところについても、
まあ、57番は家屋って最近よく聞かれているので家屋の計算式は覚えておくべきかなというふうには思います。あとはちょっと珍しかったのが問題60、会社法に関する問題が出ておりますが、ただ会社法に関する問題はケアできてないケースが多々あるかもしれませんけども、まあ、今回の場合だとですね、これ多分、そうですね、ちょっと厄介かなというところはあるので、まあ資本金については今株式会社1円以上あればいいので、まあ、それ2番は外せるかとは思うんですけれども、まあ細かいので、まあ、60は解けなくても今回はいいのかな。ただ次回以降もじゃあできなければいけないかというと、おそらくたまたま今回だけだと思うんで、ここまでそこまでやる必要はないと思いますんで、まあ、日頃から、しっかり対策しておれば、60問中36問は取れるんじゃないかなという気はします。はい、では続きまして、日本 FP 協会の実技試験、まあ、こちらに移りたいと思いますが、ちょっと問題数が非常に多くて約70箇所あると。で問題もですね、2ページから始まって39ページまで、まあ、途中空白があったりはするんで、全てというわけじゃないんですけども、35ページ前後問題があるということなので、非常にボリュームが多いということなので、じゃあこういう時はどうしたらいいのかということで、解き方とかを申し上げさせていただくと、まあ問い第1問の問1問2について、で問1はまあいいと思うんですが、丸×なんで、まあ一つ一つやっていくしかないんですけども、問2がですね、6つのステップの順番なんですけども、少し個別的な内容になってます。ただこれ自分が相談するときにはこういうふうにするだろうなというふうに置き換えてもらえれば、これ多分いけるはずなので、多分解けるとは思うので、こちらについては、まあ、自分に置き換えてやっていけば、まあ、4番しかな、自分もちょっと見てたんですけど4番だろうなというふうに思うので、まあ、最初には、こういう形で私は責任を負いますよ、ここは負えるけどここは負えませんよ、その上に納得していただいたらデータください、データくれたらそれに基づいて、まずは、キャッシュフロー表とか、まあ、いろいろなものを出します。でそれを、出した後に、まあ、おそらく改善点があるだろうから改善点を出して、その、実行援助するとか、そういう形になっていくと思うんで、それをやっていけば答えが、これ2番です、4番です、ごめんなさい、4番って選べると思うんで、そういうふうにやっていただければと思います。で次なんですけども、第2問が金融、まあ、毎回、第2問金融というふうになっているんですが、ちょっと金融がですね、結局、これが、まあ、これはいいか悪いかは別として、先にやるべきではないと思うんですね。なぜかというと、問題、問4については答えが用意されていませんし、まあ、これはただ難しい問題ではないので、まあ、やってもいいと思うんですが、答えは用意されていませんし、問5についても答えは用意されていない。で問6は答えがあるんだけども、結局計算しなければいけないということで、ここで10分使ってしまうと結構きついんじゃないかなと思うんですね。だから、まあ、もう第2問は結局合計8点なんですよ。8点しかないんですけども、8点の中で10分使ってしまうとちょっと使いすぎかなという気はするんで、ちょっと金融はですね、まあ、得意な方はまあ解いてもらってもいいと思うんですが、まあ、自分が受験生だと多分金融は先にやらないと思うので、それよりも例えば後半の総合問題の方が点数取りやすかったりするので、まあ、先にちょっとやるべき問題ではないような気はします。で第3問の、不動産なんですけども、こちらについては容積率を使うんですが、ポイントだけ、問7はですね、道路が2つあるんで、この場合は道路幅の広いものを使っていくので、10メートルに法定乗数10分の4をかけて、あとは指定容積率比べて、いずれか小さいものですから、それやっていけばすぐ900平米って出るんで、決して難しい問題ではないと思います。あと問8も別にこれはよく出てくる、当本の読み方なので、こちらについても特に、コメントはしませんし、あと問9、これは比較的本当に平易な問題だと思うので、まあ、組み合わせになってますから、こちら評価するにあたって4月1日というものはどこにもありませんから、1月1日か7月1日の2つしかないので、まあ、この時点で3番4番がなくなるんで、1番2番どっちかを選べばいいというような形の問題になります。で問10についてはこれは難しくはないんですけども、慣れないとちょっと厳しいかなと思うので、これ経費になるものと、支出だけども経費にならないものもあったりするので、そこの切り分けさえできれば難しくはないんですけども、ちょっとこれは会計とかに慣れている方であればすぐに解ける問題じゃないかなと思います。次、第4問、これリスクで、まあ、当たり前ですが最初には保険証券の読み取りがあるので、まあ、こちらはぜひとも、まあ、正解取っていただきたいと思いますし、問12については払い済みとか延長の話があるんで、まあ、これ基本ができていれば解けるんじゃないかなというふうに思います。
あとはちょっと珍しいなと思ったのは、問14のこれ自動車保険の内容で、ちょっとこの手の問題は初めて見たような気がするんで、これって結局何が問題なのかというと、資料を見なければいけないということなんですね。だからこの場合、プラン A はどういう内容だ、プラン B と C があったといった場合、ちょっと比較したりするんで、ちょっとこの手の問題は、まあ、4点取れるのでやるべきだとは思うんですけども、最初にやるべきでもないかなと。まあ、新しい、出題ですし、まあ、こういう問題に先にやってですね、ちょっと時間かかってしまうともったいない、これで5分とかかかってしまうともったいないなという気はするんで、まあ、ちょっとここのところは後回しでもいいかなという気はします。で、第5問のタックスなんですけども、こちら問い15のところで、収入及び経費がありますが、これ間違ってはいけないのは、遺族厚生年金はですね、これ遺族、あと障害と遺族はこれ非課税ですから、だから115万ってありますけども、この金額は全額非課税で、老齢厚生年金についてはこれ72万しかありませんので、まあ、この場合はもうゼロです。もうゼロですから、そうなってくると駐車場収入と駐車場にかかる経費、そこから10万引いて終わりという形なので、そんなに難しい問題ではないので、まあ、結論からするとなんだとなるかもしれませんが、遺族厚生年金は非課税であるというのを忘れないようにしていただければと思います。あとは、まあ、16とか17は解けるかなというふうに思いますし、18のところなんですけれども、これも住宅ローン減税で丸か×かなので、これもぜひできるようにはしておいていただきたいと思います。続いて第6問の不動産ですね。相続ですね。これ相続なんですけども、まあ、相続の問題の最初の問題は普通借地権だから、事業地が求まれば、あとは借地権の計算式を当てはめればいいだけなので、事業地が求まれば問題はないと思います。で、20は、こちらはあくまでも相続税の課税価格の合計ですから、遺産にかかる基礎控除引く前、3000万プラス600万かける法定相続人の数の引く前の金額ですから、素直に足していただければというところになります。で、あとはただ、これ生命保険とかについては、非課税限度額控除前ですから、今回相続人3人ですから、1500万引くのを忘れちゃいけないということぐらいかなというふうに思います。次の21については、これは配偶者控除、贈与税の配偶者控除を受けた場合なので、贈与税は即算表はですね、これは直系相続に配偶者は該当しませんから、各頃の即算表が使えれば答えはスムーズに出るかなというふうに思います。あと、問22のところですが、これ2021年税制改正がもう組み込まれた内容になってますので、ちょっと床面積がですね低くなったところがあるんで、そこをちょっと気をつけていただければというところになります。あとは、第7問については、これ3級でも同じ問題が出ていましたが、3級でもあと、いいですね、ここでいう2級のあといいと同じところが出ていたので、まあ、この場合はあといいを出さなければいけないので、ちょっと一つ一つやってほしいんですが、いは決して難しくないと思うので、すぐに出せるようにはしておいていただきたいと思います。あと第8問はこれ係数早見表を使った問題ですが、毎回係数早見表を使った問題が3問出ます。で、ここだけで6点取れるので、ここで6点取れないのはやはり受験生として対策していないことになってしまうので、必ず第8問は6点取れるようにしておいてください。で、第9問はここがですね、ここから総合問題になってきますけれども、ちょっと計算問題も多かったりしますので、ちょっと計算問題は後でもいいかもしれませんが、組み合わせのようなところ、まあ、5群から選ぶようなところであれば、しっかりここら辺をやっていただき、で、問31は見た目難しそうに見えるかもしれませんが、何回、間なくなったかということで、121回から134回まで間なくなったので、この場合、14回分ですね、14回なくなったから1年2ヶ月というところなので、ちょっとここ計算上だと134回121と13回なので、それだと間違いなので、そこ気をつけていただいて、あと問32もこれも珍しいなというのは、地震保険料のですね、皇族分ごとの、まあ、あと都道府県ごとの金額出ているので、まあ、今回の場合1000万が建物の金額だけども、地震保険は半分まで、最高半分だ、今回 50% なので、500万に対して、あとはこれ100万円あたりの金額だから、そこに埼玉県の胃の構造のところの、あと金額を、まあ、100万だから5倍、金額5をかければいいので、それで求まるような、決して難しい、慣れれば難しくない問題だと思います。で、問33についても、これはこれがそうだ、任意継続被保険者ですから、あが2ヶ月、いが、20日で、うが2年、こういうふうになってます。2が絡むというふうに頭に入っていれば、これ3点取れると思うんで、しっかりいけるのかなと思います。あとちょっと34以降はちょっと割愛させていただこうかなというふうに思います。
また第10問のですね、こちらですが、必ず問35はですね、バランスシートの純資産価格を求める問題になってますので、これは今回も3点でしたが、最低でも2点、多ければ3点ということで、まあ、しっかりちょっとやらなければいけませんが、得点が期待できますので、しっかりやっていただければということで、ちょっとこれで、あと38もですね、ちょっとこれ読み取りが多いのできついかなというところあるんで、まあ、今回ちょっと一言言えるのは、FP 協会の問題はちょっとボリュームがちょっとかなり増えたなというところがあるので、最初のところで手こずってしまうと後ろで取れる問題も取れなくなるんで、そこは気をつけていただきたいと思います。では最後に、金融財政事情研究会の個人資産相談業務の簡単な公表ということでいきたいと思いますが、まあ、第一問は、年金に関する問題ですから、ここはいつも通りかなと思うんで、ぜひともここはできるようになってもらって、ただ今回はちょっと問2がですね、一応配点上3点になっているので非常に重たいと思うので、まあ、これはゆっくりやっていただいて、まあ、時間は金財の場合はですね、90分たっぷり使いますので、まあ、じっくり時間かけて、正解を導き出していただきたいなというふうに思いますので、そのようにやっていただければと思います。で第2問の金融なんですけども、まあ、こちらについては計算式であることはもう毎回同じような形ですから、まあ、今回は ROE と PBR ですね、まあ、これを1個ずつ求めていくような形になってますので、ですから結局、まあ、問4は確かに各2点ずつになってますが、ちょっと自分答案用紙見れないので分かんないですけども、ここのところ ROE で、まあ、2点ずつ、各2点というふうになってますが、答案用紙がもし別々になれば1点ずつかもしれないんですけども、一応こんな形で計算ができればしっかり、得点は取れるかなと思います。で、第3問のところなんですけども、こちらはタックスなんですが、こちらについては税制改正の問題が問いなら出ておりますので、やはりここは税制改正はしっかりやっておかなければいけないなというところになりますので、まあ、そこを確認いただければと。あと、問い9については、今、所得税のこういう形のですね、最終的には、まあ、所得税額を求めるということはないんですけども、所得税額を求めるためのその流れというところは出てくることがあるので、こちらも対応できるようになっていただきまして、あと次、不動産ですけども、これ3級もそうだったんですが、今回のところでは、防火規制が準防火でした。でそこに耐火建築物を建てる場合の、建蔽率と容積率ということで、ただし、防火地、準防火で耐火建築物の場合、影響あるのは建蔽率ですから、ここを確かに過度地で、今回過度地になっているので、準防火で耐火建築物を建てるので 10% 緩和と、あとは今回については、特定行政庁が指定する過度地は 20%、緩和されるというふうにやっていただければ大丈夫ではないかなというふうに思います。あとはですね、ちょっと気になったのが、問い12番の ③ で、これ、借地権割合のことを言ってるのはいいんですが、これ一つ覚えてほしいのは、借地権割合 70% はアルファベットであれば C ですから、C イコール 70%。あとはそれが上がれば 10% ずつ上がり、それがアルファベット下がれば、一つのアルファベットごとに 10% 下がるということなんで、C イコール 70% を覚えておくといいかなと思います。で、最後の第5問の相続ですが、まあ、相続の場合は相続税の総額求めさせるのはもう毎回の、お決まりですから、これは対策しておればすぐ解けると思いますし、あとはですね、まあ、遺言について新しいところを聞いてますので、ちょっと、まあ、嘘のこともまあ書いてあるんで、そこのところで何が正しくて何が間違っているのか、そこの判断はできるようになっていただきたいなというふうに思います。あと遺留分についても新しく変わっているところがあるので、今は侵害請求権というふうに変わってますので、まあ、そういうところをですね、聞いているんだということで、まあ、そんな、まあ、確かに税制改正も取り込まれてはいますけども、しっかり基本をやっておれば、まあ、今回の個人資産相談業務でも30点以上は、確実に取れると思うんで、まあ、今回全て見ましたけども、やはりただボリュームが増えているという科目というか問題はありましたけども、まあ、解けるところが丁寧にやっていけばですね、合格点には達するんじゃないかなというふうに思いますので、しっかり日頃から基礎的なところを忠実にやっておれば受かる問題ではなかったかなというふうに思います。はい、では時間になりましたので、これでですね、FP2 級本試験の公表を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。